こんにちは、英太郎です。現在青森県弘前市の観光地弘前公園周辺を走行しています。今回は弘前桜祭りが始まった直後の弘前公園外堀を散策した動画です。今年の弘前桜祭りは4月12日に始まっていますが、訪問した日は開催後初めての日曜日にあたる14日です。この日は散策目的ではなく、たまたま用事があって公園周辺にいたんですが、外堀だけでもと考えて動画にしています。動画の後半では開催6日目に満開になった外堀や園内の出店の様子も見ることができます。この動画を見ると2024年の弘前桜祭りがどんな様子か分かります。ちなみに僕は青森県の景観を中心に投稿しています。ドライブルートも含めて独自の視点で投稿しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まずはじめに弘前市役所の前を通過して徒歩で弘前公園の外堀を散策しましょう。桜祭り期間以外に公園周辺に行くときは弘前市立観光館の地下駐車場を使っているんですが、この日は案の定満車でした。満車ですか。桜祭りに限った話ではないですけど、瞬間風速的に人が集まる場所では現場までのアクセスをいかに攻略するかが一つの肝になります。地下駐車場のすぐそばにあるこちらの駐車場も満車です。料金は終日30分100円ということです。桜祭り期間中は公園の近隣にある普通の住宅や店舗が臨時で駐車場を貸し出しています。店番として道路沿いに誰かがいることがほとんどですけど、こちらの駐車場のようにボードだけを掲げている駐車場も見かけます。相場は1日1000円です。1000円の根拠はわからないですが、かなり少ないものの500円で貸し出している駐車場もあります。こちらのコンビニは花見目的で駐車されることの対策は現状していないようです。満開になったり連休が始まればスタッフを常駐させて見張るのかもしれません。こちらの駐車場は空きがあります。もともと田中屋という津軽塗の工芸品を扱う店舗があった場所です。さっきも触れたんですけど、桜祭り向けの臨時駐車場には基本的に人が立っています。弘前市役所周辺も含めて黄色いアウターを着ている方をかなり見かけています。全員高齢の男性なので、シルバー人材センターみたいなところから派遣されていると思います。弘前文化センターの前にある駐車場です。臨時ではなく普通の駐車場ですが、桜祭り期間中のみ1日1000円です。普段は400円なので 2.5 倍の価格設定です。隣にある酒屋も駐車場というか店の車庫を貸し出していたことがあります。こちらの丁字路でも臨時駐車場をやっていますが、この日は見かけませんでした。隣の和菓子屋が目印です。こちらは通年で営業している普通の駐車場です。当たり前ですが、公園から離れるほど空いている状況です。桜祭りが本格化すればこういう駐車場も満車が当たり前なのかもしれません。この日はこちらのコンビニに車を停めました。もちろん店員の方に駐車の許可を取っています。20分程度で帰ると決めていたので店員も快く貸してくださいましたが、実際に花見を楽しむ場合はそんな短時間では無理だと思うので店舗に停めることはできません。はい、それでは公園の外堀まで歩いていきましょう。さっきも触れた和菓子屋の隣の駐車場でそれなりに広いことがわかります。県道31号弘前文化センター前の交差点です。この辺りはまだ観光客の姿はまばらです。バスに乗り込む人の数が結構いますね。緑色のジャンパーを着てる人は港南バスのスタッフだと思います。弘前中央高校の前を通過しています。この辺りになると公園の北側、北門方向からの車が増えてくる印象です。一度入ったことがあるんですが、有名な喫茶店です。店主が術後のためしばらくこの時間で営業いたします。小学生以下の児童は入店不可と書かれています。かつてローソンだった場所がタイムズの駐車場に変わっていました。桜もうっすらとしたピンク色をしているのがわかります。三脚を使う人にマナーを求める看板です。春陽橋とか園内の有名なフォトスポットでも設置されているはずです。弘前城周辺は撮影のマナーが悪すぎて撮影不可になったという話も知っていますが、本当でしょうか。
県道3号青森地方裁判所の前で散策を終わります。こちらのコーナーも桜祭りが本格化すると人だかりができるフォトスポットです。1日1000円が相場でしょうね。弘前観光コンベンション協会がやってる駐車場なんだ。県道3号と31号が交わる交差点です。昨年経営破綻したホテルニューキャッスルの姿がよく見えます。こちらの交差点も外堀の目前にあるため人通りが目立ちます。さっき写したホテルニューキャッスルの名前が残ったままです。更新されていないんでしょう。酒屋の従業員なのか分かりませんが、駐車場を示すボードを持っている方がいます。駐車場待ちでの路上駐車車両は移動くださるようお願いします。ピーク時には車が進まず身動きが取れなくなることもあるので、面倒でもある程度離れた場所に車を止めて歩いた方が結果的に早く園内に入れるでしょう。冒頭で写したこちらの駐車場ですが、桜祭り期間中でも値上げすることはないようです。最大でも600円なので、砂利さえ気にならなければ良心的です。おはようございます。今の時刻が10時前、外堀が満開になったというので来てみました。確かに日曜日と比較して明らかに桜の咲き具合が違います。この日は雨が降っていたので傘を差しながらの散策です。青森地方裁判所弘前支部の前に来ています。平日の午前中で天気も良くないということで近隣の駐車場もすんなり入ることができました。公園の中に募金活動する人がいるのか。あの鳥は何の鳥だろう。津軽藩ねぷた村という観光施設が目の前にあるので、この日も観光バスやツアー客が目立ちます。岩木山の方が少し晴れてきて岩木山が見えますね。北門口に到着しました。オムライスを食べたことがありますが、北門の前には北門というカフェがあります。来場者数を数えてるんですか。はい、5分間だけ。それを計算するんですか。5分かける12みたいな感じで。どうなんでしょう、そのまではないですけど。毎年報道されるじゃないですか。どうやって数えてるんだろうって思ってたんですよ。私も同じです。センサーがついてるわけじゃあるまいし、ね、大谷翔平という名前が見えるのは何だろう。ピッチングゲーム場に大谷翔平の上りがあります。ただ野球選手と関係があるのかわからないです。左側通行にご協力ください。ピーク時には満員電車のように人が集中することで有名な吉田坂です。青い屋台はアイスを売っている屋台です。ただ肌寒い雨の日にどれだけ売れるのか気になるところです。抹茶が売ってるんだ。一服800円。東門の付近にあるソメイヨシノ、こちらも有名なフォトスポットです。隣にあった抹茶を売る店は今年初めて見たかもしれません。湯上橋に向かって歩いています。傘がいらないほど晴れてきて散策もしやすい。電子立て札、こんなのいつの間にできたんだ。こちらが下城橋の前です。弘前城へアクセスするための定番の橋です。ようやく晴れてきました。傘をささずに済みそうです。桜の木がハートに見えるスポットに近づいています。桜のハートの前に占い師がいて驚きました。コロナ禍以降で初めて見かけたかもしれません。フォトスポットの一つ、杉の大橋です。大手門から公園に入った人が最初にカメラを取り出す橋かもしれません。コーヒー500円は高い気がする。写真を撮る人が一番多いスポットの一つです。だんだんと人が増えてきています。こちらの大手門通りはライブカメラで高画質な動画を見ることができます。概要欄にライブカメラのリンクを貼っておきます。
テレビ局のスタッフや出演者と思われる方たちもいました。弘前市役所や市立観光館が目の前にあるので、こちらの交差点は一番人通りが多いかもしれません。弘前のリンゴは世界一なのか分かりませんが、それを連想する装飾です。4月1日から運営者が変わったんだ。最初の60分が無料で、次からが30分100円。お買いの方は駐車券を入れて、駐車券をお取り、ご利用ありがとうございました。ナンバーを読み取るわけだな。はい、最後に今回のおまけです。散策を始める前、用事のため公園周辺を走行した時の動画です。場所は弘前公園大手門の前です。車の流れが悪く、危うく用事の時間に遅刻するところでした。桜祭り期間中は公園周辺を生活圏内にしている方にとって、時間の使い方がいつもと異なる期間でもあります。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。